いやー、花火を見たりする季節になってきましたねー。いやー、君たちどうせ行く相手とかいないんだろうなー。わらわらわら、僕もいないでーす。そんなわけで、ブロックが降り注ぐ世界でサバイバル生活。出かける際は傘を持った方がいいでしょう。え、マジで空からブロックが降ってきてるよ。こんな世界でどうやって生活しろっていうのよ。痛い痛い、ブロックがもろに頭に直撃しちゃったよ。ふぅ、アホ毛がなかったら完全に死んでたぜ。しかもブロックにダメージ判定あるとかヤバすぎない？ずっと上を見上げながら暮らしていかないといけないのか。いやいや、ちゃんと原木とかも降ってきますからね。最終的には立派な拠点を建てて締めたいですね。絶対無理に決まってんだろ、諦めろ。てか、土とか石ばっかりで木が全然見当たらないんだけど。うむ、やっぱり割合的には少なくなっちゃうんだね。だけど、このように天井を作ることで安全が確保されるのです。ああ、もう周りはブロックが散らばっちゃってるよ。これって止まることなくずっと降り続けるの？うん、この世界では一生ブロックが降り続けるよ。あ、原木がちらほら降ってきてますね。まずは原木を確保してツールを作成したいわね。そういえば、最新バージョンだからテクスチャがって何々どうしたの？ははは、この島から出るとダメージを食らうみたいだね。で、最新バージョンだからテクスチャが変更されてるのですよ。今までと違うとやっぱり違和感があるよね。長年のものが変更すると、受け入れるのに時間がかかるんだよね。わかる、これには YouTuber にも言えることなんだよね。今までやってきたメンバーに新しい人が加わったりするとさ。あー確かに、その新メンバーの人は大体叩かれる風潮があるよね。よし、これで一号機のピッケルは作れるんじゃない？うんうん、やっとマイクラの第一歩って感じですな。まあ、そんなことをしてる間にも周りは悲惨なことになってるんだけどね。1分ちょいでこれだけ埋まっちゃうのかよ。一体この世界は何をすることが目的なの？うむ、一応これだけの目標が用意されてるんだけど、どの目標も全然クリアできるビジョンが見えないんだよね。確かに、この世界に対してだと相当難易度高いだろ。てか、この世界で食料とかってどう調達するんだ？それは、まあ、スイカとかが降ってくることに願ってさ。でも俺、今超ワクワクしちゃってるんだよね。うんうん、その気持ちはわからないでもないよ。こういう超常現象が起きるとなんだか楽しくなってくるよね。それもあるし、隕石シリーズを思い出すんだよな。あ、ちなみに隕石シリーズから見てる人はアベルさんの子さんを名乗れるよ。別に子さんっていうのはいいけど、それでマウント取ってくるやつってゴミだよな。ただ単に早く見始めただけなのに、新規の肩身を狭くしたりしてさ。とのことなので子さんマウントを取るのはやめましょう。よし、これで必要なツールが大体揃ったぞ。一応周りのブロックの処理ができるようにはなったわね。いや、次ブロックに直撃したら死んじゃうけど。迂闊に天井のないところには出ちゃダメだなこれ。そして食料が確保できないから体力が回復できないよー。目標の項目に全てのペットを飼うってあったけど、どうしたらいいのよ。草ブロックから地道に広げていって枠のを待つしかないの？いや、もしかしたら動物がブロック状になって降ってくるのかも。それを解凍したら動物に戻るって感じでさ。いやいや、それはただのホラーでしかないからな。スポナーとかが降ってくるって方が可能性としてはありそうだね。それじゃ、まずは安全を確保しながら天井を広げていきましょうかね。ほう、バニラの状態で竹を拝むことになるとは。モッドで見てたものが実装されるとなんだか変な感じがするね。竹は足場ブロックの材料になるんだっけ？うむ、紅葉モッドで見たことある便利な足場ブロックだね。ああ、雨という天候をマイクラから削除してくれないだろうか。確かに、正直雨が降っていいことなんて何もないからね。なんかアベルがマイクラやってる時の降水確率って異常なんだよな。別にアベルさんは雨男とかそういうわけじゃないからね。ただ、雨の方からアベルさんに寄ってくると言いますか。それを世間一般では雨男って言うんだよ。うん、ちょっとずつだけど行動範囲も広がってきたね。綺麗に整えたい気持ちもあるけど、さすがにそれは大変そうだからやめとくか。あ、体力が回復してるのは死んだとかではないよ。さっきブロックに直撃して普通に死んでただろ。でも、そうすることでしか今は体力の回復手段がないんだよね。よしゃしゃ、貴重な石炭を発見だぜ。光を確保することで心に余裕が生まれますからね。とりあえず鉄鉱石を集めて鉄ピッケルは作っておきたいね。もしかしたらダイヤモンド鉱石が降ってくるかもしれないし。でも、どうせブロックに直撃するならダイヤモンド鉱石がいいな。なんだか次の人生ではお金持ちになってそうじゃない？そんな発想をする奴がお金持ちになれるわけないだろ。それでアベル、これから拠点を拡張してどうするの？正直俺もどうしたらいいかわかってないんだよね。今の段階じゃ何の目標も達成できそうにないですし。確かに、目新しいブロックが降ってくるわけでもないしな。よし、最初の目標は鉄ピッケルを作ることにしよう。いやいや、アテネさん、目標ってのはもっと大きくするものだよ。どうせならエンドラ討伐ぐらいの目標を掲げようじゃないか。そういうの無謀って言うんだよ。
ということで鉄が揃ったからピッケル作るでー。これで邪魔だった赤石野郎が回収できるぜ。マジでこの世界だと赤石の使い道なさそうだな。てか、さっきから草ブロックが普通の土に戻っていってない？確かに怪我に、日光の当たらない場所では普通の土に戻るとか？そうだとしたら、動物を沸かせるってのがかなり無理な課題になってくるわね。目新しいブロックがないかちょっと探索してみようよ。うむ、もしかしたらスイカとか落ちてるかもだからね。カボチャ犬来たー。カボチャってパンプキンパイ以外の使い道ないよね。もうちょっと料理の種類増やしてくれてもいいと思うんだけどな。わかる、カボチャもかまどで焼かせてくれてもいいと思うんです。絶対運営はカボチャが嫌いなだけだと思うんですよ。そんな市場を挟まれるカボチャかわいそうすぎるだろ。あれ、スポブロが降ってきてるじゃん。おいおい、やっぱりスポブロも降ってきちゃうのかよ。そして中身は動物じゃなくてゾンビというね。どうなんだろ、動物のスポブロが降ってくる可能性はあるのか。とりあえずゾンスポトラップでも作りましょうか。いやいや、どれだけ難易度の高い行為かご存知でない？邪魔になるようなら普通に破壊しておいた方がいいな。うん、ゾンビ肉を食用にするとか嫌だからね。てか、相当降り積もってきちゃってるな。そして念願の水犬を発見したぞー。これで裕福な暮らしが送れますね。裕福かはわかんないけど、食用には困らなくなるね。早いとこ全部種にして栽培しておこうよ。あいあいさあ、スイカの種よ、早く成長するんじゃぞ。ああ、また瀕死になっちゃってるじゃない？水がなくても植えられるけど、何かデメリットとかあるのかな？確かに、植えてしまえば普通の土には戻らないんだよね。まあ、例えるなら炎上してもアベルさんの人気は変わらないということだ。いや、君が炎上したらチャンネル登録解除祭りだからね。でもアベルの場合人気がそこにあるから何も変わらないのか。待って待って、そこで納得するのやめてもらっていいかい？ああ、さっきのスポナーがゾンビじゃなくてスケルトンだったら嬉しかったのに。こういう時こそ骨粉が欲しくなるもんね。とりあえず動物が湧くことを願って上に行きましょうか。ちょっとみんな緊急事態だ。今すぐに耳を澄ませてほしい。ほら、今の鳴き声が聞こえただろう？え、アベルの近くに鶏がいる。ねえ、どれだかを求めて死ぬのは良くないからね。今のは普通に事故だし、目の前に鶏がいるしで最高だぜ。てか、これ急いで鶏を避難させないとやばいな。確かに、せっかくの鶏が死んじゃったら最悪だからね。そもそも、この鶏はどうやってここに湧いたんだ？近くにスポナーがあるとも思えないし、空から降ってきたのか？っていうか変な場所にスポーンしちゃって戻れなくなってるんですけど。ああ、ベッドが作れないからこういう事態になっちゃうのか。でも、鶏が降ってきたってのはちょっと納得できるよね。うむ、落下ダメージを食らわない唯一の動物だからね。そしてアテネさん、この声が聞こえますか？おお、まさかの村人まで近くにいるじゃない？ということは降ってきてるんじゃなくて、スポーンしてるのか。でも村人を救ったとこで特にいいこともないんだよな。その点に鶏は勝手に卵産んでくれるしかなり助かるんでない？確かに、一匹だけいたら増やせる動物だからね。そう考えたらもう食料には困ることはないのかもね。まあ、欲を言えば羊は確保しておきたいところだけどね。はーい、村人さんこんにちは。でも、もしかしたらいいアイテムと交易してくれるかもだしさ。は？なんでこいつ首を横に振ってんの？あ、そうか、村人の仕様も変更されたのか。最初の状態では村人たちは無職の状態で、交易とかができないみたいなんですよね。なるほど、つまりあんたと同じ価値しかないってことか。最高に必要ないじゃんこの村人。うん、どういうこと？アベルさんがニートって言いたいのかい？だがしかし、マジで今の村人の必要性は皆無だな。とりあえず、何か達成できそうな目標をやってみようよ。現時点であるのかわかんないけどさ。その前に、俺は鶏を安全な場所に確保しておきたい。ああ、そう、そういう感じ？うん、思いっきり嫌がってるみたいだね。もうそこに閉じ込めておけばいいんじゃない？いや、それだと卵が回収しにくいからさ。オンドレはそこにいたらいいんだよ。うわぁ、動物から自由を奪うなんて最低だな。てか、苗木を育てるにはもうちょっと天井を高くしないとダメだね。うむ、そしてなぜかアカシアとダークオークの苗木しかないというね。そんなわけで、目標にアルバレルというアイテムを作成していこうか。お、これは 1.14 から追加された新アイテムだね。見た目はただの樽に見えるんだけど、何の用途に使うんだろ？ただの装飾品の可能性がビレゾンでー。へぇ、チェストと同じ使い方なんだ。普通のチェストと違って、上にブロックを乗せても開くって感じなのかな？おいおい、完全にチェストの上位互換じゃねえか。いや、二つには繋げられないからそこで差別化をしてるのか。情報として知ってるんだけど、キャンプファイアみたいなアイテムも追加されてたよね。うむ、それも目標の一つだからクラフトしておきますか。これはなかなかのロマンアイテムなんじゃないだろうか。うんうん、革新的なアップデ要素の一つだよね。おお、すごい温かみを感じるよ。うへへ、その温かみを独り占めしちゃおう。熱い熱い、直接的な温かみはいらないんだよー。とか言ってるけど内心喜んでるのが見え見えなんだよなー。